民主主義は全員無責任主義、天才級に対抗できない。10月12日夜に玉川が氾濫した東京都世田谷区玉川には、下流部で唯一、堤防が整備されていない区間があった。国土交通省によると、12日は玉川の水位が刻々と上昇し、午後10時10分頃には堤防未整備の区間、約540メートル。 から濁流が溢れたことが確認された。川と市街地の境界となっている道路も越え、二子玉川駅周辺の広い範囲が浸水した。この地域をめぐっては、2007年の台風9号で2000袋以上の土のを積んで浸水を防いだケースもあった。道省京浜河川事務所はこれまで、大雨が降ると玉川では最初に浸水するなどと周辺住民に説明。 堤防整備計画を進めようと説明会などもたびたび行ってきたが、景観を大切にしてほしい。家を覗き見られる恐れがあるといった声が根強く、同意を得られていなかった。玉川流域反乱を受け、玉川地区地帯を阻んできた二子玉川の環境と安全を考える会に批判が殺到しホームページが炎上し、いつの間にか削除されていた。 反乱場所には、二子玉川の環境と安全を考える会の代表の家があり、堤防工事は必要か。いらないとの張り紙が貼られていた。大正時代は川魚料理や川遊びに興じる人気の行楽地だった歴史がある。時代が変わり河川敷に景観を好む人々が住み着き住宅地になっていった。 地域の人々の多くは心地よい川辺の景観や雰囲気を気に入っていたから、以前から堤防建設に反対していた。その言い分は、景観が悪くなる。昔ながらの治水で十分。堤防は環境破壊、など。話し合いは進まなかった。半世紀ほど昔、杉並区高井戸に環状8号線整備に伴い、 ゴミ焼却場建設計画が立ち上がった。爆発する都会のゴミ処理を各市区で処理するのは社会生活上を求められていた。しかし近隣住民にとっては許されざる生活環境破壊とばかりもう反対が起きた。時の都知事は人気の革新派、今ならリベラル化、見延べ良吉だった。彼が放った言葉。 全員賛成でなければ計画は進めませんが適面効果となり、建設は延々と引き延ばされた。結局地元住民は他の都民から自分勝手と品宿を買う羽目になった。公共工事、特に地産地水は国土国民の保全安全のために緩めることはできない。民主主義はそれを妨げる粗暴とも言える力を持っている。 災害が起きても反対勢力に損害賠償を償わせる法整備はなきに等しい。そこを考えれば、関係する地域の人々は情緒的感情的な思いを封じてでも、昔の気象と違ってきている現状を冷静に判断し、保全安全のために非常な決断をしなければならない。それは大概苦いものだと思うけれど、